Thank you.
の皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは3人です。シーズン3勝目、西投手、そして初回素晴らしい投球のジョンソン投手、そして宮川大山選手です。まず西投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。テンポよく7回まで投げ切ることができました。はい、7回は点差詰められた後ピッチがありました。あそこ大事な場面だったと思いますが、振り返っていかがですか。野手のみんながたくさん声かけてもらって最初失点で乗り切ることができましたし、なんとかリレーをつなぐことができました。はい、それにしても甲子園では素晴らしいピッチングが続いてますね。たくさんのファンがいるおかげです。ありがとうございます。また西投手のヒットから逆転につながりました。打ったら当たりました。ありがとうございます。前方ピッチャー陣が頑張って勝ち星を増やしました。今後に向けていかがでしょうか。明日メッセンジャーなんで、何度か全員で勝てるように応援よろしくお願いします。西投手でした。ありがとうございました。では続いてジョンソン投手です。今日で10ホールのテストとして今日誕生日のジョンソン投手です。Man, I feel great. Thanks for everybody for coming out for my birthday. You know, Nishi did a great job tonight. I just wanted to make sure that I got in there and got some outs for him because, you know, he was a stud tonight and we just wanted to win. So nice job, Nishi.が本当に素晴らしい投球をしてくれたので、その勢いそのままにして、なんとか自分の、マウンドを3つ並べて、西君のためにも、チームのためにもマウンドを取っていきたいなという思いになりました。開幕して素晴らしいピッチングが続いています。このタイガースのプレーいかがでしょうか。You know, I think we feel great. The team's been playing really well. The pitcher's been throwing great. The hitters' bats are coming alive. And you know, it's just fun baseball winning right now. そうですね。ありがとうございます。ちょっと少しでした。続いて宮田三段店の大山選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。三段店、いつよりも貴重な打点になったと思いますが、振り返っていかがですか。そうですね、まあ4番バッターとして、しっかり打つべきところで打ったかなと思います。流れ非常に大事だったと思います。そうですね、やっぱり西さんを助けるためにも、なんとか、したいなと思ったので、しか得点が取れて終わったと思います。そして大山選手、今シーズン試合の終盤にですねタイムリーを打つ場面も多いかと思いますが、これについてはいかがですか。いや、全然少ないので、これからたくさん出るように頑張りたいと思います。連戦で勝ち越して勢いを作っています。ファンはまだまだこれからという気持ち
願いします。そうですね、まだ試合はたくさんあるので、まあ、この、流れに乗って少しでも勝てたらいいと思うので、ファンの皆さんも一緒に頑張りましょう。